佐久間大介、運命的な出会いは、スノーマンのメンバー、紆余曲折も、メンバーがいるから頑張れている。アイドルグループ、スノーマンの佐久間大介が17日、都内で行われた映画、マッチング、2月23日公開の完成披露試写会に出席、人生における運命的な出会いをテーマにトークを展開した。同作品の内容にちなみ、人生における運命的な出会いをテーマにトーク。佐久間は、スノーマンのメンバーですね、と回答し、一番はそこかなって感じてます。最初6人で活動していて、9人になって、デビューしてっていろいろある。6人の時代も、9人の時代も、全部がスノーマンかなって。メンバーがいるから頑張れているって感じがする。未だにお互い支え合いながら過ごしていますね、とメンバーへの思いを語った。試写会には、土屋太鳳、金子信明、杉本哲太、斉藤幸、内田英二監督も登壇した。同映画は、マッチングアプリによって増えた、出会いの裏に仕掛けられた恐怖を、完全オリジナルで書いた新感覚サスペンススリラー。ウェディングプランナーの仕事は充実しながらも、恋愛音痴な主人公の凛花には土屋、凛花とアプリでマッチングする狂気のストーカー長山智役は佐久間、凛花に思いを寄せるマッチングアプリ運営会社のプログラマー、影山剛役は金子が演じた。